はい、どうもルーでございます。セブンナイツやっていきたいと思います。今のところあれですね、ちらっと見た感じレイズを使ってる人はいないですね。まあ、使い方が難しいのかもしれないけど、まあなんかツイッターではランドでもよくねっていうツイートを見たりとかもするんでね。まあちょっと僕も40なんで、どっかでねフレンド対戦で使ってみるっていうことをやってみようかとは思います。はい。で、久しぶりにね、まあマスターにたどり着いて、勝ち越してるっていうのが、まあ、すごく嬉しいですね。ただバグで強制的に、ま、負けにされるのは本当悔しいですね。はい。まあ、今日バグ来るかもしんないけど行ってみます。状態上パーティー対戦よろしくお願いします。ちょっとね体調が悪いっすね。役所とか行かなきゃいけないんだけど体調が悪くて、歩いて30分ぐらいなんですけど、この日差しで行けるかどうかすごい不安ですね。役所行って病院行かなきゃいけないんだけど、頑張れプラトン。すごい3000回復ってことは丸原装備か。いやー、バルハラ装備メインで使ってる人にはなかなか変わってないよな。でも、上位の人が、まあ、チャレンジ値で当たることがない、なくなったっていうのはかなりでかいっすよね。俺、ガンシャムさんに当たったこと何回やったか。ネガバフ解除が多いなぁ。ランドの削りきれ、削、あの、バフ源削りきれないなぁ。アイリーンしか削れないからね。アイリーンの下スキル。あ、上スキルか。あれ？あれ？あ、アイリーンじゃなかったっけな。ちょっと状態上攻撃をしてくれないですね。俺のプラトン麻痺しちゃいましたよ。麻痺って誰が持ってる？うわー、テオに使っちゃうからバフ源がランドに届かない。ドッキノコついたー。これちょっとしんどいな。新たな悪を呼ぶだけ。決して救いを与えてはいけない。守ってみ
私の意志で。まだ始まったばかりですよ。もっともっと楽しく。ああ、ダイヤがいたのか。まあそれしかないよね。やべ。これちょっと負け臭が漂ってますよね。あ、プラトン死んじゃった。アイリーンも死んじゃった。うまく状態上当たんないっすね。やっぱりさすがマスター隊ですね。我が刀は無敵だ。これは嵐だ。え、そっかそうだよな。この調律者の願いのスキル効果いつになったら出てくれるんだろうね。負けたー、負けたー。対戦よろしくお願いします。ランド入れた方がいいのかな。悩んでんのがテオとアルフ？どっちがいいかなーっていう感じですね。魔法しか当たんないやつもいるじゃないですか。物理しか当たんないやつはいないけど。だからまあ、バエルでもいいよね。バエルも平成持ってるし。ドッキーの子。プラトンが沈黙持ってるから、テオと被ってる部分もあるからね。そこら辺がちょっと悩んでるとこですかね。で、バエルも、あれがあるんで、ネガティブ爆解除があるんで。まあ、攻撃力は相当下がりますけどね。手は4万あるけど、バイルにすると2万8000ぐらいになっちゃうんで。ダメだな、耐久しきれないな。守ってみせます、私の意志で。クホープネル、行くぞ。勝負はすでに決まっている。守らなければ。立ちふさがる敵は全て気絶しろ。気絶した。何体か気絶した。ランドグリーズと後ろにいるのは誰だ。イブとバエルかな。よし、回復負荷はない。当てようか。プラトン強っ。これ石化で一人残りぐらいがちょうどいいんだよな。アイリーン、
世界を世界中でも。あなたは必要ない。必要ない。これは嵐だ。これは嵐だ。立ち向かうつもりか。破滅の道を断ち切り、さあ行きましょう。助けてあ、またまた向こうの手を。まあでもしょうがないな、そりゃそうだよ。アイリーンがいない。プラトンもいなくなった。わあ、終わった出たよバグ。もう出るしかないんだよね。ゼロになったら、ゼロ秒になったら終わってたんだけどね。かなりいい試合だったんだけど。対戦よろしくお願いします。チップのカラミティも痛いよね。まあやっぱランド使いやすいもんな。1万5000出撃。うわー、ルーティー死んだ。よし、いいぞ。やべ、アイリン死んだ。これでバフ減できない。回復しつつ他のやつ倒すしかないな。いやー、ランド攻撃しちゃダメなんだよな。うわー、クレミス死んだらもう無理じゃね。そう、もうこれは負け格だな。
私の意志はあなたの意志。私の意志は誰にもどのような存在にも邪魔はさせない。これ当たんねえもんな。行け黒き翼よ。当たった。あなたが必要ないわ。必要ないわ。こっちがヒットポイントゼロである限りちょっと無理だよね。これで出血で自滅を狙うしかない、ね、あなたが必要ない。必要ない。黒び暴れ。貴様らに居場所はない。生と死すべてを決めるのはこの私。そこまでか。しゃあ勝負。対戦よろしくお願いします。弱いな。ここだ。ミス。ホープに行くぞ。勝負はすでに決まっている。すごい雷光よ。敵を粉砕してよ。どけ。守ってみせます。私の意志で。手伝ってあげましょう。手伝ってあげましょう。三日月の道に関わらぬ者はいない。いや私を止めるな。あなたを助けられるなら全てをかけてでも。立ちふさがる敵は。いいね。殲滅する。状態上うまくかけたね。感電が一番いいっすね。感電気絶が石化だとちょっともったいない感じっすね。あとアイリーンのバフ減だね。当たんないからね、そうじゃランドグリーズに。さすがにテオにバフ減一旦をつけるのは嫌だからな。当たった。オッケーオッケー。ポジバフ解除は引かないのはもう確認したんで。セブンナイツだ。回復負荷はかかってないね。あ、また全員感電状態か。いやー、この防御力増量はやっぱりでかいよね。増幅か。これは勝てるでしょう。さあ、みんなランドグリーズ好きだね。ランドグリーズに攻撃しまくる。まあ石化もありだね。石化のダメージも。あ、石化にはなんなかった。
よ。破壊してでも。まだ間に合う。信頼と誓いの果てには破壊が。自由と抵抗の始まりには。手伝ってあげましょう。すごい来航よ。敵を粉砕せよ。あなたを助けられるなら行こうか。ひとごと全開。弱いな。ここだ。三日月の道に。チップは1万2000以上与えないといけないからな。立ち塞がる敵は全て殲滅する。我が刀、お前の運命。いや1万2000当たんねえんだ。すげえ硬いチップだな。大変ありがとうございました。俺が負けることはない。再び光り輝いてみせましょう。再び光り輝いてみせましょう。踊りましょう。あなたが必要ないわ。必要ないわ。言われ守らなかった。あなたが必要ないわ。必要ないわ。さあ、美味しく料理してあげるわ。さあ、守ってみせます。私の意志で。あ、てかアイリーンがもう死んでる。終わった。生と死、すべてを決めるのはこの私。火力たけ。俺もう負け格かな。火力がすごい高い。だってプラトンとアイリーンが一瞬で殺されたからね。ルディも死んでテオしかいない。もう2分ちょっとぐらいで。わあ、桁が違うわ、強さの。これはまず、これはちょっと驚いたな。金曜日にまだこのレベルの人がマスターにいるとは。まあだからどうしたってなるよね。あなたが必要ない。必要ない。良き夢を拒み、深淵の奈落で永遠に眠りなさい。あれだからね、クリ率高いからね。殴り殺しだよ。平成が来ない。
ている。行け、黒き翼よ。あなたは必要ない、必要ないわ。無理やるな。敵を恐れるな。我々に貫けないものなどあるはずがない。とりあえずチップは倒したか。なかなか65ページ開かないですね。これでさよならか。対戦ありがとうございました。くそー、アーティファクト。あー、やっぱりそうだよね。俺が負けること。57,000、攻撃力68,000。勝てるわけない。いやー、こういうパーティーと対抗するにはどうしたらいいんですかね。やっぱり基本ステア上げるしかないのかな。はい、というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。ルーでした。バイバイ。